こんちは、スワクテカと申します。今回は聖眼ブルーアイズホワイトドラゴンのデッキ紹介動画となります。ま、3回目ですねこれまあそれでもね、今メインで使ってるデッキなんで、一番使ってて楽しい、正直な話環境トップっていうのもあるんですけど、使っててほんと楽しいし、まあ全環境からね使ってきたデッキですから、まあ、愛着もそれなりにありますしね。まあ今使ってるこの地区はこんな感じということを、まあ皆さんに紹介したくて作りました。ではやっていきます。モンスターから、ブルーアイズホワイトドラゴンが3枚、ブルーアイズオルタナティブドラゴンが3枚、白きレールが1枚、太古の白石が3枚、伝説の白石が1枚、エフェクトベイラーが1枚、青木の剣士が3枚、増殖する字が3枚。モンスター以上です。で、魔法カード、ツインツイスターが2枚、銀龍の合法が3枚、ドラゴン目覚めの旋律が3枚、竜の霊廟が2枚、ソルジャーで1枚、死者蘇生1枚、復活の福音が3枚、トレードインが3枚。魔法カード以上で、トラップカード、虚無空間が1枚、宝玉の爆が3枚、以上40枚になります。では説明いるねえ、いらない気がするんですけど、まあいいや、やってみましょうか。はい、ブルーアイズ3枚、オルタナティブ3枚、ここはいいでしょう。で、白きレールは1枚にしました。2枚でもいいかなとは思う気はしなくもないんですが、やはりハンドできた時、僕の構築はゴードンが入ってないので、強欲で貪欲な壺を入っている構築ならば2枚入れてでもいいかなと思います。1枚除外されるとちょっときつかったりするんでね、絶対になんか SS する手段でこいつを出すのはことは必要ですから、で、太古の白石が3枚、伝説の白石1枚、これも3枚にしました。ワンフォーワンとグローアップバルブを抜いてこれにしたので、まあ3枚でいいんじゃないですか、これはね。エフェクトベラ1枚、青木の剣士が3枚、増殖鈴木が3枚、ここも問題ないかな。絶妙で。で、魔法カード、ツインツイスターが2枚、はい、羽防具よりこっちを優先しました。相手ターン中で動くカード、太古の白石を捨てて動くことができるので、こっちの方が羽暴挙よりかは優先度が上かなと思ってます。銀龍の合法が3枚、これが非常に強いですよね。銀龍の合法、まあ、というのも相手の G をかわしたりするのが強いですね。あとスタンバイキョンとかね。それはドラゴン目覚めの旋律でブルーアイズを切って、デッキからブルーアイズセット持ってきて、処理後に大体 G っていう人がいるんで、それに合わせて銀龍の合法でブルーアイズ蘇生とか、ができるんで、竜のレベルが2枚、そうですね、2枚にしました。3枚だとやはりちょっと多い感はあるので、で、ソウルジャージ1枚、ソーシャー創生1枚、復活の福音3枚、トレードイン3枚、特に問題ないな、この辺は。ワナカード、虚無空間1枚。はい、強いですね。ブルーアイズの虚無は本当に強いですね。使っても使われてても。まあ、というのも自分で割る手段が非常に多いんで、魔法カードいっぱいありますから、下手に貼っちゃうと、まあ、例えば、幻影とかだと下手に自分で貼っちゃうと動けなかったりするんですけど、まあ、ブルーアイズの場合、まあ、目覚めの旋律とか竜の霊廟とかトレードインとかがありますから、ツインツイスターとかもありますから、自分で割ることは非常に容易なので、入れてて損はない感はありますね。で、宝玉の爆が3枚、ハンドコストが、ハンドコストをしなければならないカードデッキ群なんで、このデッキはね、ハンドコストとして墓地に送らなければならないので、相手モンスター除去よりもむしろハンドから切る方を重点的に置く、その中でも一番強いのが僕風なんじゃないかなと思って最近流行ってますよね。以上かな。はい、こんなもんか。話すことないんだよなこれまあ強欲で取られるやつもよくて、ゴードンとかの構築もあるんですよね。神の通告入れてる構築とか、まあ僕はゴードンがあんまり好きではないっていうか嫌いなので入れてないんですけど、まあもちろんね、打てばそれだけね、1枚アドバンテージが増えるわけですから、まあ弱くはない、決まってますからね。それで入手している人がほとんどですから、決して僕が、お前が弱い思ってるだけやんけ、思っといてくれたらいいと思います。はい。使い方が下手なんや。まさしくそのとおりですな。はい、それではとりあえずメインが終わりなんで、じゃあサイドとエクストラ行きましょうか。はい、それじゃあエクストラとサイドです。では行きましょう。エクストラから、ギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴンが1枚、ギャラクシーアイズフェフェフォトンドラゴンが1枚、ダークマタードラゴンが1枚、タイタン級ギャラクシーが1枚、アルセイが1枚、シンラの姫宮が1枚、ドラッグルーオンが1枚、エクシーズ以上で、こちらシンクロ、ライトロードは組み換えれば1枚、先行流スターダストが1枚、ブラックローズが1枚、クリスタルウィンドシングルドラゴンが1枚、総力艦の銀龍が2枚、スピリットドラゴンが2枚、
それでは以上ですね。クストラワでサイドスキルドレインが2枚、タイフーンが3枚、ハーピーの羽根が1枚、ペンデラソムが1枚、闇の光源が2枚、サイクルリーダーが3枚、小脇メールドラゴンが3枚、以上です。では、やっていきましょう。説明というものもないんだが、はい。でこちら、双眼の銀竜2と精霊竜が2、うん、これは全然問題ないですね。精霊竜が1枚減ったぐらいかな、うん、変わったとすれば。まあなんで減ったかというと、エクシーズが強くなったので相対的に、うん、まああの口述しますけど、サイファードラゴンとかいっぱいあったんです。そこの枠を考えると、うん、無理やりにランク8を足した方が精霊竜よりは強いんじゃないかな感はある、うん、3枚欲しいとかありますけどね、普通にね。でクリスタルウィングシンクロドラゴン、ブラッククローズ、センコリスターソン、ここは特に問題ないな、何も語ることはないな、はい。でドラグルーオンアルセイ、ドラグルーオンアルセイ、うん、ドラグルーオンはまあさっきも言った通りは役割が違うんですよ。これはサイファードラゴンとかでよりもな、これは相手まあ相手をパクれるっていうことはあるんですけど、むしろ一番これが輝くのはワンキルルートが増えるという点です。うん、3000、3000、3000で決める時が非常に多くなる。特にブルーアイズは除去能力が非常に高いので、ね、オルタニブドラゴンもありますし、うん、そういったカードがいっぱいあるので、5F4 トノンドラゴンもありますからね。うん、柄空きになったところをここで展開して、まあ一気に型をつけるっていうことが非常に多いですから、これは入れてていいんじゃないかなと思います。アルセイはどちらかというと、まあ攻めに回る時よりも守りですね。うん、相手の、まあ例えば伏せカード、これが出て、さらに伏せカードも発動しないって言うんだったら、もう十中八九ツインツイスターとか、事故ってるカードなんですよ、ほとんどが。うん、そういう事故ってるカードをデッキトップに回していくっていうことができるんで、うん、防御カードとしては非常に安泰ですよね、これはね。3200あるし。で、これ、シンラ姫宮。これはいらないです。すいません。あの、サイファードラゴンがないんですよ。はい。売ってなかったんですよ。うん、ここサイファードラゴンでいいです。はい。うん。姫宮も強いんですけどね、使うときあんまないです。ワンフォーワン、ワンフォーワンを入れている構築ならば、姫宮入れてていいです。全然。むしろめっちゃ強いと思います。ワンフォーワングラップバブルがない場合は、姫宮は出す機会がないって。で、ギャラクシーアイズ、フォートンファンですね。はい、もうこの辺は十分だな。綺麗ですよね、この辺のモンスター。うん。で、サイドカード、スキルドレイン2枚。はい、このスキルドレインめっちゃ強いっすよ。ほんと強い。うん。まあ、というのもですね、大体の場合、ブルーアイズと相対する敵は、まあ、魔法トラップ割りは抜いてきますよ。100%。100% 抜いてくる。ほぼね。うん。羽根ぼうきぐらいはまあ入れてるかもしんないけど、ツインツイスターとかもう絶対抜いてきますよ。ましてや、台風なんて入れるわけがない。相手がね。うん。まず入れてこないですから、このスキルドリンク結構な確率で引っかかるんです。うん。3枚入れてもいいかな、感はあるんですけどね。で、台風。台風もな、ここ1枚スキルドレインにして、ここ2枚もなんか別のにしようかなと考えてますけども、まあ、強いは強いんでね、メタルフォーゼットかにね、うん、先行で打てるカードですから。で、まあ特に、あとは魔封じとかね、相手の、うん。で、こっちが魔封じにしてもいいんですけどね、魔封じ入れてもいいんですけどね。で、ハーピーの骨、ペンデュラムストーン。なんかまあ、うん。ペンデュラムストーン結構強かったな、メタルフォーゼ相手。かなり強かった。で、闇の五風景。うん。まあ、これもね。うん。で、こっから下はほとんどブルーアイズメーターかな。サイクルリーダー、サイクルリーダー、サイクルリーダー、コアが決めるドラゴン。うん。過剰感はあるんですけど、僕、あの、ミラーが非常に苦手なんで、これぐらい過剰にメタらないと、なんか勝てない気がするんですよね。うん。まあ、ドラゴンは微妙だと思うんですよ。で、本当にドラゴンは自分の首も締めるカードなんで、うん、コアが決めるドラゴン。後ろのバックがあってこそ強いのに、まあバック薄いっすから、うん、以上かな、特に言うこともないか、うんだね、はい。それではブルーアイズのデッキ紹介動画となりますね。今んとこ使ってるブルーアイズです。まあ時間があったら儀式なんかもちょっと何紹介しようかなと思うんですけれども、今更儀式感があるかもっとな、前にね、僕が儀式を使っていた時、あれぐらいの、あの時のテンションだったら全然バリバリ、うん、紹介とかするんですけど、今ちょっとほんと全然ないからな。うん、儀式請願を使う。はい、それでは以上になります。ワクテカでした。バイバイ。